ちょっと無理。今回は信長の野望申請実況していくんだぜ。前回は島津家の犯行に苦戦しつつも阿形城を攻略したところまで。かなり楽になってきてると思いたいが、まだまだ島津家は元気なんだぜ。有力どころは結構処理したのにな。それでもこれだけということは島津家の自力が本当に高いということだろうな。九州の心臓部である北九州と薩摩あたりに手を出せてないのも問題ではある。出せてたらもう勝負はついているんだぜ。それもそうか。とにかく今は北九州を制圧して徐々に南下していく計画を立てているんだぜ。うまくいくかは島津家の抵抗次第。激しいものが予想されるから頑張るんだぜ。阿形城を攻略したことで四国への道は完全に封鎖したから。あとはあの島津勢を片付けるだけなんだぜ。かなりいるな。岡城狙いもいるし。阿形城攻略のために無理したから守れるかどうか。なんとかするしかあるまい。勝頼はそのまま北上させていく。うまくいけば合戦がいいところでできるかもしれないからな。皆の力で敵を退けました。合戦できず。いや、いけるな。どこのに舞台を巻き込んだのか。今は勝てる合戦ができる喜びだけでいいんだぜ。勝頼もそうだ。まず一つ、瀬名姫がいるということは四国勢だな。四国防衛した後九州に走ってきた部隊か。苦労させているんだぜ。我が部の見せ所か。国州を撃破して、攻めといくか。今ここで使うべきものよ。いざ我が部をこの戦場に示さん。もう一回敵を消しな。これで勝利。このくらいの損害なら許容範囲。かなり最低限の損害だけどな。勝頼勢はそのまま北上すれば、退くしかありません。串崎城付近でも激しく戦っている模様。打ち破ったり。力を及ばず申し訳なし。ここで岡城を巻き込んだ合戦を。見せ所か。これは勝ったな。岡城防衛してた部隊の頑張りの成果だな。あとは勝頼に任せろ。そして天下に示さん。一撃粉砕。義弘にも一撃加えて撃破。残る一部隊だが、我が前に立ち塞がる者らよ、砕け散れ。逃がすなよ。いかにすべきか。追いつけない。撤退されたし。間に合わなかったか。これで岡城は無事防衛成功。この好機を生かして岩屋城へ攻勢に出るんだぜ。そんな余裕があるのかよ。成功しなくても軍を制圧すれば掌握はリセットされるから、城の動員力は落ちるんだぜ。荒らすのもありということか。どうせ城を攻略したら掌握はリセットされるしな。中国勢は文字城を攻めてきた九州の島津勢を誘引してた。さすがにもう無理そうだがな。ある程度は引きつけたと思う。文字城付近での激闘が続く中、また来たか。どこへ攻勢をかけてきやがった。船や方かな。勝頼は早く再出陣しろ。我が部の見せ所。どこに攻めてくるかで対応を決めねばな。気づいたら船や方にもう島津勢が。船や方の軍をいつも制圧されているからな。キリがないくらい奪い合ってるからな。城を取りに行きます。動ける部隊は岩屋城へ。攻撃は最大の防御なんだぜ。城攻めに行きましょう。岩屋城防衛のために島津勢が集まってきてる。これは好機到来だな。威風チャンスだな。勝頼急げ。引きます。却下。今のうちは弱でも十分なんだぜ。戦場は中央に小さい谷間がいいところ。軍隊の部隊が一番大きいが問題ないな。どう動くかが気になるところ。一
道を願います。早く交渉を抑えろ。軍隊に邪魔されると鬱陶しいが、我が先方に手を押し通る。右の交渉を抑えた。新納さんを討ち取った。島津家に残る数少ない猛将だな。これはでかいな。これでまた戦いが楽になるんだぜ。ただ常勢は撤退して、軍隊は勝頼の後方からの突撃で、その前に犬堂勢が撤退、そのまま壊滅。義久が不用意に校舎の下に石をプレゼントなんだぜ。このまま撃ち取れれば最高だけど、この勢を壊滅させて、両側からの射撃で義久勢が撤退して壊滅止まり。なかなか撃ち取れんな。新納さんの撃ち取りが輝く。本当に新納さんも厄介な働きをしていたからな。山がちなところでの威風弱破。風よ、アガナを運べ。微妙な効果。北の軍は何なんだ。何たることか。一応お隣さんだった。熊本城も見えてきたな。九州を分断できるかもな。今は岩屋城攻略に集中だけどな。命令を下す。岩屋城を強行開始。勝頼勢が来ているから島津勢の反撃は撃退できるはずなんだぜ。狂女もいい加減楽にしてやりたいな。この程度ならこのくらいの損害で勝てる。部隊数が少ないならコントロールしやすいからな。岩屋城だけでなく文字城付近でも激戦中。いかがしましょう。押し切れそうな気配がなくもないんだが。岩屋城に島津勢が集まってきてる。合戦で吹き飛ばしまくってやるんだぜ。問題なく勝利。いくら雇用が小さい部隊なら問題ないんだぜ。岩屋城がもう少しで最後の抵抗だな。きちんと吹き飛ばしてやるんだぜ。町の気を上げるのだ。勝頼最強。武田騎馬軍団がな。もう馬術持ちがかなり少なくなってるけどな。それは言わないお約束なんだぜ。阿南さんが病気、心配しつつも岩屋城を攻略。これで九州中央部でさらに前進できたな。九州分断が見えてきた。あとは北へと転進して本州勢との合流を目指したいところだな。中国勢は文字城攻略が見えるところまで攻め込んでる。どうなってるか戦況がわからん。攻略したばかりの岩屋城に島津勢が。こっちは勝頼がいるから大丈夫だと思うが。また義久が来たか。大谷さんの息子だな。城主を務めているということは世代交代が進んでいるのかな。この戦場に示さ。そんな世代交代をぶち壊す一人。まあ仕方ないよな。安全の敵を打ち払わん。最後に義久を突撃で撃破して、追撃はうまくいくか。まあ逃げられるよな。結構損害を受けた。部隊数が多かったから少し苦戦したんだぜ。お市様がまだまだ頑張る。みんなの寿命が少し心配だな。で、威風弱で押し返しておく。音に聞け我らの勝利を。これで岩屋城は多少落ち着くかな。中央での戦いが落ち着いたので勝頼は北へ。文字城攻略支援のために白板城へ攻勢をかけているんだぜ。もうじき壊滅しそうだけど、多少荒らすことはできただろ。榊原さんも苦戦中。四国勢は南九州の島津勢を誘引すべく都の氷城を攻めているんだぜ。徐々に押せ押せムードになってるな。島津家もようやく弱体化してきたということだな。ここまでやってか。ほんとそう思うけどな。中央でも熊本城へ攻め込んでいく。逆襲を受けないよう気をつけつつな。
もうじき勝頼が到着するぞ。全部対抗性に転じるんだぜ。いかがしましょう。出れる城は全部出陣だ。城を攻める。あとはいつ合戦が起こせるか。陣を構え。来たな。久しぶりの威風中だな。これで文字城はいただけるな。やるしかない。あんまり得意じゃない戦場。中央のコブで乱戦になることが多いからな。ただ、部隊規模を考えると一撃で倒せる部隊ばかりだからなんとかなる気がするんだぜ。早速撃破した。壊滅を狙いたいが今は勝つこと最優先なんだぜ。そこそこでかい軍隊の部隊が。軍隊の部隊が大きくても気にならないんだぜ。まあ、頭数程度の意味合いしかないからな。本当にな。北勢が撤退。スキリ撃破して陣地を討ち取ってしまった。討ち取っちゃいけないのを討ち取るなよな。教えていただいた情報では炎上寺さんも馬術持ちだったみたいだし。過去にも馬術持ちを討ち取ってしまったことはあったな。ガンダムだから文句言えないのがなんともな。本当討ち取り確率がどんなもんか知りたいな。そんなに高くない気がするけどな。の木口が危険なことに。早く戻って支援しろ。そういう時に限って騎馬突撃が起きないという。軍隊撃破して、こっちでも軍隊。てか、そろそろ終わりそう。無理に全部隊撃破する必要はないからな。畑勢を狙うか。ここで国衆が撤退しての流星勝利。そこそこ存在は出たがなんとかなったな。出たといっても3000程度。葵ちゃんがやっちまったか。まあ、寝返る保証はないからいいんだけどな。で、威風中でどこまで行く。風よ、アガナを運べ。文字城から白谷城にかけてくらいだな。白谷城が視野に入ったことはいいことだな。というわけで、北九州制圧に向けて少しずつ進み始めたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。